どうも、コンクリ男です。ごめんなさい、ちょっと今日は途中からなんですけど、ホッケフト、俺作ってたじゃん。で、左側もなんか作ろうかなと思って、文字を書くことに決めました。で、もうちょっと2個書いてるんですけど、見せていこうかな。まずは、湖の中に、ほ。カタカナですね、カタカナの方を書いて、次に、あ、もうまたしゃっくり出そう。もうなんで動画撮り始めるときしゃっくり出んの。もうやばいんだけど、しゃっくり。次、つですね、つ。はい、つ。つなんだけど、これさ、削った方がいいかな。ちょっと待って。これまだ削れそうじゃない？下。うん、無理だ。これ多分無理だ。あー、ダメ。違うの。あ、無理か。ここのさ、わかるかな？ここのちょっと出てる部分邪魔なんだよね。ここ切りたいんだよな。無理なら仕方ない。妥協。最近俺妥協で生きてる気がする。人生妥協してますよ。妥協ってわかる？妥協ってわかりますか？もうそれでいいや。もうこれで、これでもいいや、みたいな気持ち。ちょっとごめん、説明しづらいわ。ウィキペディア開いてください。俺の言葉じゃ無理。え、なんでこんな空振るの？ちょ、なんで、もうなんで？俺さっきからさ、ずっとさ、ちょっと怒りながらやってんのこれ。もうなんで埋めちゃうの？違う。下手だから埋めちゃうんだろうけど。俺さっきからずっと怒りながらやってんのこれ。でね、一応ホッケフトウのツがね、大きいツになっちゃったんだよね。ホツケフトウだよ。このままじゃ。仕方ないんだよ。狭いからさ、穂がでっかくできなくてさ、もうほっつけ不動の毛。次、毛作ります。ごめんね、ちょっといきなり始めて、なんか急に穴掘り出して一人怒っててさ、一人で。しかも次は毛を作りますとか言って、よくわかんないよね、この動画ね。初めて見た方。あん、また失敗した。ホッケ不動っていう、スプラトゥーンってわかりますか？多分ね、俺スプラトゥーンのチャンネルみたいなとこあるので、まあ、知ってると思うんですけど、ホッケフトウっていうスプラトゥーンの、ステージを作ってんの。ごめん、作り終わったんだ。作り終わって、まあ、今ちょっと右側にあるんですけど、まあ、これは前の動画見てください。なんかさりげなく映ってます。で今回はそのホッケフトウを別のところを島っぽくしようと思って。で、前回は右で、なんか交通整備みたいなとこ作ったんだよ。前回は。で、今回は、左側。なんか作ろうと思ったんですけど、左側なんかあまりにも狭すぎて、ちょっと嫌になってきちゃったので、文字にしようと思って、いいじゃん、文字でもいいじゃんと思って、今、毛を作ってます。カタカナの毛。で、カタカナの毛だから、これだよね、こういう。ここに棒が入るんだね、ここに棒が。で、右に、一本か。これもうちょい左でもよかったか。あ、でももうちょい左にやっちゃうとあれか。繋がっちゃうのか。うん、繋がっちゃうからダメだ。繋がっちゃうから。繋がんないようにしたいんだね、俺今。こう埋めて。違うんだよ。そこじゃないんだよ。あ、でも、これ埋めないと結局いけないのか。なんでもない。怒り損。怒り損。まさかあつ森でまったりするゲームなのに怒りながらやってる人いないでしょ。でも、これでイライラする人結構いそう。そこじゃないんだよって。イラってくる人いそう。気持ち分かってくれるかね。分かってね。分かってね。あ、いいんじゃない、これいいんじゃない、これ。にゃ。いいんじゃない、毛だから、ここ隙間だね。ここ隙間。あ、待って、上になっちゃう。上になっちゃう。こうだから。あー、こっちじゃないんだよなー。こっちじゃないんだよなー。毛でしょ？ちょ、むずいな。もうここから削っていくか。毛を。あー、違う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 。それじゃないんだよ。あー、でもいいんじゃね？いいんじゃね？削ります。あ、いいじゃん。え、いいじゃん。あ、でもいいけど、いいけど、あれだわ。右上のこの部分、
この部分飛び出てるよね、毛って。あれ？サイズが合わねえ。これやりたいんだよね、これ。あ、いっか、ここ繋げちゃっても。いっか。ワンチャンいけるか。あー、ミスった。あ、ミスったからもう、もう、ここダメだよ、それ。それ、デシャバルなって。デシャバルな。違う、戻ってこい。違うんだよ！そこじゃないんだよ。削りたいんだ、俺は。こう！こう！で、こう！こう！いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ホッケの毛！いい感じ、いい感じ、いい感じ。やべえ。始まって今5分くらい経つんですけど。ずっとこれやってる。毛作ってる、ずっと。毛だから、斜めでしょ？はい、斜め。はい、斜め完成。ねえ、アイリスとサルさん喋ってる。ずっと喋ってる。あ、俺邪魔しに来ちゃったから喋んなくなっちゃった。なんか。ああ、アイリスもいなくなっちゃった。うわ、なんか済ましてるし、このサル。あれじゃん、小学校でさ、話してるから、ちょっと茶化されんの嫌だから逃げていくみたいな。俺なんか悪いやつみたいじゃん。茶化して。あ、でもアイリスが見てくれてる。俺が作ってるとこずっと見てくれてるよ。ずっと見てていいよ、アイリス。可愛いから。け、待って、け。こう、こう、こう。こう、こう、こうだから。ちょっとアイリス、いいか。あの、あ、喋っちゃった。どんな魚と出会えるか楽しみだね。お前そこで釣りしてんのか、もしかして。ねえ！今、け作ってるから、今やめて。今、そこ釣るとこじゃない。海で釣って。海で。こんなとこで釣らないで。K を作ってるのよ。この島をより良くしてるのよ。ねえ。くそ、ここ後回しにしよう、じゃあ。ちょっとアイリスの邪魔もしたくないけど。後回しにしよう。あ、待って、いいんじゃない？ねえ。K できたよ。めっちゃいいじゃん、ホッケの毛。ホッケの毛見て。ホッケの毛。ちょっと待って、一回マップで見よう。ちょっと離れて、これ離れないとピンのマークが出ちゃうからさ。マップで見よう。あ、いいじゃん！ホッケ！ほつけだな。ほつけだ。ほつけでもまあ別にいいや。続きやろう。ホッケ不動の負だね。俺のさ、ホッケ不動さ、マップ見るとわかるんですけど、ホッケ不動の負。カタカナの負なんですよ。で、本当のホッケ不動って、ひらがなの負なの。これ、島登録するとき間違えちゃってさ、もう島の名前って変えれないじゃん。だから、ホッケ不動の符、カタカナでいきたいと思います。はい。これはもう仕方ない。過去の自分に文句を言ってください。もしも、何か文句があるなら。ちなみに俺は文句しかないです。過去の自分に。なんて名前にしたんだ。そもそもホッケ不動って名前なんでこれにしたんだ。まあ、それのおかげでね、右のホッケ不動作れたんですけど。でもめっちゃ良くない？すげえいい出来だと思うんですよ。で、みんな褒めてくれてさ、このホッケ不動に対して。ほんとにスプラトゥーンである形だから、ほんとに褒めてくれて、ちょっと嬉しかったもん。やっててよかったな。あつ森やっててよかったなって初めて思った。まあ、これ以外に作ったことないんですけど。比較するものがないからさ。初めて作ったのが、ホッケ不動で。あんだけ褒められたらもうずっとやっちゃうよね。これアイリス、どいてくれたんじゃない？あー、ダメ。アイリス、あー、ごめんね。ちょっとどけちゃった、俺が。あれ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 いけないのこれ。あ、いけた。向きがあれかったのかな。ごめんね、アイリス。ちょっと邪魔しちゃって。まあ、邪魔したのはアイリスなんだけど。邪魔してきたのはアイリスなんだけど、ごめんね。ちょっとどかしちゃって。見ててね。よし、そろそろ負を入れてきますか。もう一個下でもいいか。ホッケ負だからこういう形だね。今俺が歩いた形。これで十分だな。あ、じゃあ終わりのとこ決めよっか。ここ終わりにしよっかな。ここ。あ、待って。もうちょい上だな。ここを終わりにするか。待って、そんなでっかい負になる？そんなでっかい負になんないな。もう一個上だな。
いい感じのさ、くぼみがここにあるので、ここ。ここを終わりにしよう。にゃ。これちょっと見にくいな。でも俺今さ、画面ではわからないけどさ、ちょっと覗き込むように見てるわ。上、なんか眉毛が吊り上がって、ちょっと上から見てる感じに、実際にもなってます。何急にびっくりした。急に何ドミグラ何うなぎさんにウキウキするリアクションを教えておきますね。古墳、この間、新しいザッハトルテのレシピを考えたんです。作るのが楽しみだな。ザッハトルテってなんだっけ？肉だっけ？鶏肉の、待って、ちょっと調べていい？ザッハトルテってなんだ？はい、調べたんですけど、全然鶏肉じゃなかった。ケーキだったわ。ケーキ。なんかチョコレートケーキの一種らしくて、普通に美味しそう。なんか全然ケーキ食べてない。誕生日とかクリスマス以来で食ってないから、ちょっと食べたいですね。ザッハトルテね。お、てか今思ったけどさ、ホッケフトを作ったらさ、色変えてさ、場所だけ。色変えてさ、前デザイン置くのありじゃない？え、どうしたの？なんかさ、住民集まってくるんだけど。この間アイリスくんにちょっと食べ過ぎなんじゃないって言われ、さっきだ！今さっき喋ってたやつだ！なんか密談してるなと思ったら、お前食べ過ぎって言われたのか。ゼリー。僕自分では腹8分目だったんだけど、なんだぜ。そんな太ってないけどね。痩せてるけどね。気にしなくていいんじゃないですか？なぎくん、君にそう言ってもらえると僕嬉しいよ。これから美味しいものいっぱい食べちゃうぞ。じゃあさっきザッハトルテ作ってるあのチキンが、ドミグラさんがいたから、彼と一緒に仲良くしていきなよ。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。今日も平和だな。てかさ、3日目さ、こんなで満足するかな、みんな。満足してくれるかな。なんか動画的にはさ、裏でやっとけよみたいな。裏でやる作業だろっていうことを今やってるじゃん。俺も思ったんですよ。ちょっと裏でやろうかなって。ホッケの毛まで書いたあたりで、ちょっと動画作ろうと思って。心変わりしちゃってさ。すいません、なんか。でもこれね、前回も思ったんですけど、前回の動画、だいたいトークして、で、クリエイトしました。前回はコナンの話をしてましたね。今日はですね、あれ今日何の話した俺。なんか雑談した？てかなんだ動画で雑談って。生放送しろな。え、なんかしたっけ？全然覚えてない。ザッハトルテしか出てこない今俺。ドミグラのザッハトルテ。すごい頭に残ってるわ。ザッハトルテ。よし、ホッケフトいい感じじゃない？疲れてきちゃったよ。もう年々、年を取るにつれて、ゲームする時間が短くなってきて、なんかもう、年なんだなって、思い始めてきました。そろそろ終わりたい、この作業。オッケー、でもちょっと湖っぽくなったんじゃないか？ね、湖っぽくなったべ、これ。フを作るんだよな、俺今。四角作っちゃったよ。四角作っちゃった。こっからフにしていこう。こういう形だよ、フ。フ。ちょっとマップ見よっか。マップ見ると、ほつけ。ピンで見えねえな。でも、この大きさでいいか。ここに線を入れるなら、まずここ削るじゃん。ね、ここ削っていいと思うんだ。削ります。ここも削ります。いらないとこ、余分なとこは、脂肪吸引ダイエットで、脂肪取っちゃって、こうやって。取っちゃって、これも取って、ごめんなさい、今マイクに唇つけたので、もしかしたら今のとこだけ声変になってるかもしれない。ジュ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 ってなってるかもしれない。今マイクに唇つけちゃったよ。痛くはないんですけど、音質がだんだん悪くなってきた、俺のマイク。もともと悪いけど、Amazon の安いマイク使ってた、ずっと。
もう実況始めた時からずっとすごい安いマイク使って、実況者の友達にも、お前マイクの質悪いよって言われるくらい、本当にマイクの質悪いんですよ。え、ちょっと待って、何これ。負だよね。負だよね。これ負じゃないよね。あれこれ何ミス。え、ちょっと待って。負。負、待って、負。負がわかんない。もう負がわかんなくなってきた。もうちょい伸ばそっか。ここが短い気がする。ここが短い気がするから、ここ削るじゃん。あー。あー、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 どう？で、こうか。で、ここ削る。ふ。あー、なんかこのふ、不格好ですね。難しい。難しい。どうしよう。これどうしようかな。もうちょい伸ばして、これは？これ。来たんじゃない？ふ。来たんじゃない？来たべ。これふだよ。ちょっとちっちゃい図に見えなくもないけど、ふだよこれ。来たんじゃない？ちょっとマップで見よう。一旦マップを見ます。あー、ここちょっと伸びてる。これ後で削ろう。ホッケフ、ほ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 つけふ。ほつけふになってるけど。できた！できたよ！ホッケフゾウのホッケフ。できましたー！おめでとう、俺。こんなんでいいのかな？こんなんでいいのかな？3日目、穴掘ってたら終わりました。穴掘ってたら終わる動画はなんかなかなか珍しいと思うんですけど。まあ、いいんじゃないですか、3日目。結構個人的には、はい、頑張りました。なので、次は4日目ですね。こうご期待しといてください。